あ、冴島さん。今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ。今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもう済んだわ。それより、ババちゃんどこ行ったか知らんが。せえ、どこ行ってんだか。え？もしかして、それを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え？それ本当ですか？ああ。馬場のやつ、やっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放して、シャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。馬場のやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て、現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていた馬場を勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ？副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあ馬場のやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった？もう面談は終わったのか？それは、馬場の面談、1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと？ほんなら奴はどこ行ったんや。あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？冴島さん！冴島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず、ババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく、急いで資材置き場に行かな。こいつ
やりやがった。いて、いてよ。違う、俺じゃない。どうした、こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技をさせたんだよ。いてよ。何、ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない、俺じゃないんだ。何、じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない。俺じゃないんだ、兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん、大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う。いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。せやな。西島さん、どうでしたか。
そうですか。結局馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けどせやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃ馬場がやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん、でも俺らも刑務官もみんな馬場ちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけど馬場は自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意でけんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔道警の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、ついいわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい？馬場ちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね、手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。
まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた、やりましょう。ああ、結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使ってるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね、あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう、刑務官も。行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。
やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって。大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたら、それこそ懲罰棒どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ、盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。本当、人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから、自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。止まりなさい！
止まりなさい。待ちなさい。待ちなさい。冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ、バッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なの？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした、冴島？そんな怖え面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはず。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカな、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。
ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと？ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だが、あいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、冴島、お前立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけでキレやがって。じゃがましや。お前にキレとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと？俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい？この勝負、俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。
手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。催事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、冴島大我、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと一年、俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほら、こっちに来い。